まずは上を取っていく雷。早速テイルウィンドを使いました。ファーストキルは雷。そこにはナノスワーム、ネスのナノスワームが待っていました。さらにはフィーズのキルが挟みまして、ここでさあ今ですね、打っていたプレイヤーも見えましたけどね、デップ。さあしかし取り返しが始まります。ノリ戦マンチキン、ワンキル交換のシェリフでワンキル、リオン、これで2対2。ここフィーズがスネークバイト構えてるんですよ。今までリオンはシェリフを渡していました。しかしシェリフは今回は自分で持つ。さあフィーズ、さあうまいポジションからのスネークバイト、これで時間を稼いでいきます。解除はしていません。ポイズンオーブ展開。さあ手前に見えました、奥で解除。ここは毒の壁を作りますけども、ファーストキルはゼファー、雷が落とされ、そしてフィーズもセンターで落とされました。シェリフの回収です。やはりこのゼファー選手の A を前目で強気で守るというのも強力ですね。かなり削られたリオンは下がります。ここも安定した立ち回り、マンチキンのいいカバーが入りました。残り1名。本当に流れるようなカバーですね。しかしハレ2人目は胴体、マンデューサージャッジで待っています。ショーストッパーで足止め、そしてゼファーマンチキンでワンキルずつ、ハレがその間にマンチキンを倒して、この高めのドローン横からゼファー、しかしデップのカバーが入りました。上を取ったデップ位置がバレます。時間がありません。残り20秒、スネークバイトを入れます。自らフィーズが勝負していく。しかしメデューサのカバー、ジャッジです。残り1名、ワンオンワン。グレネード配置、あと10秒。リオンが潰しにかかった。バイパーズピットが光るようなラウンドです。ファーストキルはリオン。今のペイントダウン完璧でした。ハレ続ける。カウントダウン開始。さあ今日はハレが吠えるか。高めのロックダウンからハレ3キル目。勢い乗ってますよ。4キル目止まんない。最後はノリ戦が締めます。ハンターズフューリーの開始、スパイク設置完了です。避けています。この間にフィーズも下がりました。A側の配置わからないですからね、クレジラ君は。面白い配置を取りました。ナノスワームもすでに2つ配置、まあ、間もなく1個目のナノスワーム発動してもいい頃です。スネークバイトも待っています。ロックダウンとロックダウンを打って、そしてゼファー、雷、マンチキンと2-1交換。ハンターズ・フューリーも打っておりますけれども、ここはさらに一発ハンターズ・フューリーが入り、スネークバイトも落ちてある。さあデップが時間を稼いで解除していないのが分かっています。一応念のため見に行きますけれども、ここはスネーク行くのがマンチキン、ディフェンダーサイド寄っていきます。先行は雷が入っていきますけれども、スパイクドロップ、これでゼファーがノリ戦を落としました。これ1-1交換、ポイントではネズが耐えました。バンダル、ハーフバイのクレイジーラクーンが現在1枚上手。ショーストッパーも打ち込んでいくが、しっかり引いているのがリジェクト。そこをマンチキンが抑えました。2対4。いいですよ。横からリオン、フィーズのカバーが入りました。高めなのは分かっていますが、これでワンオンツーです。いる位置が分かりました。ショックダートも避けている。スネークバイト一旦は打って時間稼ぎ、しかしこのスネークバイトは解除されてもおかしくないスネークバイトです。スローでクリオミとファーストキルはメデュー。問題はハレがここにいること。ハレが挟んでいきます。パワフルだ。しかしこれは裏を捉える。いる位置は分かりました。2回、なかなか設置はできません。しかしフィーズのカバーが入りました。ここは安心して設置ができます。スパイクを設置。さあこれは待っていました。ネス、しかし横から乗り線、ワンオンツーという状況。ゼファーが残ります。いる位置が分かりました。ブリンクから、これも避けている。乗り線、これは待っている。乗り線デップが捉えた。カバーに入りました。核バイト頼りになりますが、スネークバイトを持っているフィーズも倒された。さらには雷も。さあネス、リオンで B ロングを抑えました。ラストハレ2キル持っていった。ワンオンツーです。残り11秒、スパイクは落ちています。3キル目、
4キル目はこの上だ。メデューサの抜きです。これでエコラウンド、今回2人見えました。ファーストキルはゼファーのオペレーター、ハレのマーシャルを落とし切りました。そして雷はマーシャルを引き継ぎます。キル1バレました。これで2対5、スネークバイトだけでは止まりません。一旦は時間稼ぎのスネークバイトが入ります。ノリ戦耐えた、まだ耐えられます。キルはできません。リコンボルトはスモークで隠し、そしてビーズを落とし切りました。引くチャンスをうまく伺って引いていきます。そしてネズがそのカバーに入ります。センター一方、雷がロングでの2キルが発生します。センターではハレ、ラスト1を2です。ハレ1人取った。あと30秒、を奪う。甘えずにこのくぼみにリーヤを入れます。スパイク確保、残り11発。後ろを追うメデューサ、横を取っているメデューサ、アルティメットのオンパレード。まずはキルジョイ、そしてカウンターのキルジョイのロックダウンが発生しています。エンプレスも発動、ブレードストーム中の雷を落としました。そしてネスは盆踊り、諦めの盆踊りに対しては頭を打ち抜いたハレ。本当に最後はあるスモーク張って上を取りました。まるでアセントのようです。しかしファーストキルはデップ、ナノスワームも込みでダメージを与えていきました。さあ上を取ったマンチキン、そして下のリオン、2人でのエントリーに対してはノリ戦は、あらこれはすれ違い、雷デップとキルを重ねてパーフェクトラウンドのファーストラウンド。これは流れが変わりそうです。引きづらいポジションでもあったんですよ。そこであえて前目に出る、味方のカバーも少なかったんですけれども、これは素晴らしいプレー。このプレーでだいぶクレイジーラクも攻めづらくなってきました。そうですね、 B 前目が強気だぞっていう情報は本当にこのラウンドだけです。設置完了、よく設置まで持っていきましたね。政治がいない中ですからね、かなり設置するのも苦労しますけれども、3人が見えた。いいリコンボルト、まだイエローカラーは下がっていません。ゼファー、さらにはネスのワンキルが入った。デップのバンダラどうだ、2オン3ダブルピークが入りました。リオンネスと抑えて6対9、けども体力は14、回復はありません。雷1ミリ見えました。ゼファーの素晴らしいピークです。パラノイアが入って中をクリアにしていきたい。上を取っていったハレ、そこを利用はきっちり、車線管理がしっかりできています。クレイジーラクーン、ここも上にはゼファー、一人ずつ入っていくリジェクトに対してクレイジーラクーンは 2,3 人でしっかり車線を管理しています。取り返し、いやリオンショルダーピーク入れて引くのが素晴らしい。ディフェンダーサイドが取れました。ここだ、ポイズンオーブ展開、解除まで持っていったノリ戦、ガチ解除なのか、言ってますね、これはガチ解除です、言ってますね、ガチ解除通った。クラッシュプレイ、ブルドック次第でしょうか。ハレのマーシャルでリオン抜かれましたよ。これしかしそこをゼファーのカバーダブルピークで抑えていきます。この緩急がいいですね。はい、アンチキンピークから、しかしここはノリ戦のカバーが入りました。抜きです。ここは雷前に出るがブリンクは左フリーがあります。デップのロックダウンからのスタート、ハンターズフューリーをまずは使わせました。非常にいいハンターズフューリーです。しかしデップそれを分かっている、デップの入場、しかしこれはクレーンゲーム失敗。メデューサのオペレーターでこの安心感が違います。一旦クリアリング手前、設置中にはノリ戦のハンターズフューリー、一発は耐えれる、無理やり設置に行ったがスパイク設置完了、ノリ戦2キルです、貫通しました。さあデップゼファーと無理やりキルは取っていきますが、最後はネス1人目ワンオンツー、ロックダウン上がりました。ナノスワームもグレネード展開、壊せない、無理やり解除しに行くが、クラッチプレーネス、その止めることができるポジションに行けるというところでの判断でしたが、そこが噛み合って入ってきます。メインはいや止めたが
なんとマーケット側からの車線が通りました。ノリ戦体力が45、苦しい状況。ブリンクで入っていき、ゼファーのワンキル、これで2キル目。本当に唯一あいつは中央スローで進行して一気に勢いで、そして設置完了です。針の穴を通すような攻めですね。折り返し3対5。入っていくデップ、メスを落として体力が42。一方ディフェンダーサイドでは雷のワンキル、ハレが取り返してワンオンツーです。レイナが残ってるのは非常に怖いでしょう。見えた、ハレがモリモリ回復していく、時間稼いでいく。メデューサ、時間がない。いや、うまい。これは時間がありません。メデューサの時間稼ぎ成功。ゼファーのフラグシーン出るんじゃないか。1人目、2人目行くぞゼファー。3人目は右クリック失敗。マンチキンのカバーが先に入っていました。完璧にリジェクトのエントリーが潰されてしまいましたね。囲い込んでの警戒も必要だ。横からメデューサが覗いています。特にエントリーもしやすくなっています。ここもマンチキン、1人目2人目カバーに入った雷はやや遅れた。そしてメインからメデューサが入っていきます。キャットはゼファーが入るものの、これで 2-2 交換。早めのヘブンからの取り返しもありそうです。これ武器持ち2人が落とされましたね。そうですね。スペクター2丁、ここは待っているメデューサ。2人目綺麗だ、抜いた。いや、位置も分かってますよこれ。さあ、これは外にいるのが分かりました。まずは壊してリコンボルトはありません。駆け引きではネスジョイです。やり取り、パラノイアは切りました。ここはノリ戦は潰されますが、デップがそのカバーに入って3対3。正面取れてるの大きいですね。さあ、シェリフ3丁バイクを設置。1人目、2人目、いやー、雷のカバー、シェリフで取り、マンチキンしゃがんでいるが関係ない。何回も見たことがあるこのマンチキン。そしてキャットからゼファー、上対空マンチキン、ヘブンからのノリセのカバーはゼファーです。ゼファーとマンチキンでなんと A を攻略しましたことがあるので、ああいう打ちは強いなと思いきや、ここはデップのオペレーターが光りました。しかしマンチキン続ける、雷も入るがリオンのカバーがある。ほど IQ200 です。ロケットまで打って完璧な設置ですね。顔出せないですからね。抜かれてる35、1金2金まであるか。いや、冷静ですね。パラノヤと合わせて顔出してそこで引く。しかしマンチキン、これ落ちました。時間はありません。逃げた方がいいかもね。そして圧倒的強みを生かしたロックダウン、ハンターズフューリーを入っていくゼファー。ファーストキル、フィーズが壁を立てる前そこを狙っていました。今までの癖を読んでいました。そしてマンチキンのペイント弾がデップに入ります。あっという間の3対4。さあ、取り返しエンプレスの晴れ、雷のキルとなりますけれども、リオンがオフアングルで見ていました。リコンボルトも1人が映ります。一方ノリ戦も相手のオールドローによってリコンボルトが刺されました。最後の1人だ。硬いですね。この前面戦って B 中に引いていくんですよ、うん。そしてキャットからの圧力がかかりました。ファーストキルはリオンがハレを抑えました。マンチキンが入っていきます。自分が自ら受けても倒されないというのを判断。さあ、デップ右クリック外した。マンチキン2キル目。まだ終わりじゃないわ。バイバイ。強気のマンチキン、ここで3チキン、4チキン取ったマンチキン。インチキン、ピンドのエントリーには対応できないですからね。テールウィンドは一旦無視、雷マンチキンだけ落としました。
まあまずまずの守りですが、中にいるフィーズがここは抑えて、なんとか時間は稼ぎました。一瞬も止めましたよ。デップはオーディン、ブリンからのオーディン、ジェットもオーディンを持つ時代。重い武器と軽い体相反しているように見えますが、見えました。デップのオーディンで仕留めました。9対2。まあクレジラ君の圧力がかかっていること、しかしハレのファーストキルからのスタート。オーディンに対してはマンチキン、勝負しにかかる。強気だ、勝負だ。マンチキン逃げた、サンチキン強すぎる。打ち合いが強いクレジラ君、打った瞬間にテールウィンド打ってますからね。ヘブンからのカバーも少し遅かったか。フィーズのワンキルで4対4。デップがゼファーを落としてから4対3、人数状況は良くなりました。メインでは2人いますけれども、スモークで隠れています。ただ壁を立ててなんとか目で見て、ハレのワンキルが入ります。ここもハレのキルとなりました。怖いですか。その前に来ましたね。しかしマンチキン待っていますよ。1人目。しかしここはハレのり戦、キャットとポイントを崩しました。そして人数割でカバーしたのが大きかったです。この後ですよね。早速入っていったもののメデューサの餌食になりました。ただこれで3人がいるのが分かりました。ナノサーまで後続入れませんでしたね。敵を1人目センターとのハサミで入っていきます。ただアラームボット反応、しかし裏からのカバーが入っています。そこをノリ戦が崩しますけれども、挟まれた環境となりました。11対6。どうでしょう、今ゼファーは一旦マーケットトライ、いやしかしマーケットはなんと開けたというフェイクでした。ゆえさん熱い、壁が熱いですよ。クレイジラ君一人でやられないように利用無理しないんですよ。そうですね。そしてマンチキンが守ります。最後に残されたハレもがいるんですよ。ファーストキルはゼファー、カバーに入ったノリ戦マンチキン落としますけれども、これでヘブンに2いたという報告、固まっているんじゃないかというところでの B 展開。しかし待っているのは今度はネスです。ネスの隅か B サイト、フィーズが崩しに行きます。丁寧です。あと30、そしてリオンが飛んできた瞬間、フィーズの勝負はリオンの勝利。試合が決まったか。ラストはノリ戦、残り20秒。最後はリオンのキーをされパーフェクト。我々も騙されました。いやメデューサ本当にピークし